定刻になりましたので、ただいまから市長記者会見を始めさせていただきます。本日の会見項目は、6月議会と大雨に備えてと、次期総合計画策定に市民の意見を募集と、市民活動応援クラウドファンディングを開始と、保育所認定こども園見学バスツアーを開催と、指定ごみ袋特賞型7月販売開始の6件でございます。それでは原口市長、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それでは6月議会について説明をさせていただきたいと思います。まず本日10時から開催されました議会運営委員会で議事日程が決まりましたので、簡単に説明を申し上げます。6月5日に開会をし、13日から18日までが一般質問、19と20が常任委員会、6月25日が最終日になります。次に提案する当初議案等の件数は29件になります。議案の内訳は報告が14件、予算議案が3件、一般議案が4件、条例議案が8件になります。なお追加提出分について人事案件を1件を予定しており、合計30議案になります。なお主な議案について今から説明させていただきます。条例議案ですが、久留米市下水道条例の一部を改正する条例については、令和7年4月1日の施行を目指して下水道使用量の改定を提案するものであります。下水道事業は今後、施設の老朽化と伴う維持管理費の増大、人口減少による使用量、収入の減少など、厳しい状況が経営環境下に置かれ、このままでは経常収支が赤字になるのと見込んでおります。今後も経営改善に引き続き取り組みますが、将来のために持続可能な経営基盤の築くためには、下水道使用量の改定が避けられない現状であり、今回改定に至ったものであります。なお下水道の料金改定は平成20年度より17年ぶりになるわけですが、全体で上げ幅が 9.96% 増になります。平均的な家庭の使用水量を約1ヶ月間で20立方メートルと想定をすると、月306円の値上がりになります。市民の皆様方のご理解をお願いしたいと思います。次に久留米市手数料条例の改正であります。これは市役所窓口の混雑を解消するためであり、コンビニの証明書の交付を促すために、窓口とコンビニでの発行手数料のに差をつけるものであります。令和6年10月1日の施行を目指し、改正案を提案をいたしています。またコンビニと同じ交付端末を本庁舎1階に設置をしますので、コンビニ端末の便利さを実感してもらい、次回からのコンビニの利用につなげていきたいと思います。次に6月補正について説明をいたしますが、一般会計が冒頭に審議をお願いする第1号が31億8081万4000円、第2号が5億3129万、そして下水道事業会計が3289万円になります。次に一般会計補正予算の概要ですが、まず第1号が物価高騰対策として2つの事業、これが31億8081万4000円、第2号が事業進捗等によるもので4つの事業、これが5億3129万円になります。続いて補正第1号について説明を申し上げますが、まず物価高騰対策追加支援給付事業です。昨年度は物価高騰で大きな影響を受けている住民税非課税世帯、均等割の課税世帯へ給付金を支給をしましたが、今回令和6年度に新たに
非課税等にかかるになる世帯へ給付金を支給いたします。対象者は7月中旬以降に確認書をお送りをしたりします。次に定額減税補足給付金支給事業です。物価高騰による市民生活への負担増を踏まえ、所得税や個人住民税の定額減税が行われることに伴い、減税しきれないと見込まれる方へ給付をいたします。定額減税可能額が令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方に上回る額を1万円単位で切り上げて支給をいたします。対象者については8月上旬以降に申請に必要な書類をお送りをいたします。対象になる方にはなるべく早く届け出るよう、これは6月議会の冒頭に審議をしていただくことになっております。次に補正第2号のおもてなしの主なものをご説明申し上げます。物価高騰に伴う補正として地域商業支援事業を計上いたしております。これは令和6年度当初予算において商工団体が行う商品券発行事業についてプレミアム率、先日 15% としておりましたが、それから県との連携によりこれを 20% に引き上げます。約 5% 上がるわけですが、販売額は昨年度と同じ15億5000万円を予定をいたしております。次に新型コロナウイルス感染症予防接種費ですが、令和6年度より予防接種法上の B 類の定期予防接種に位置づけられた新型コロナウイルスワクチンの接種費用を支援をいたします。対象は65歳以上の高齢者、または60歳から64歳で特定の持病をお持ちの方になります。自己負担額は国の調査に基づき、現時点では3260円と見込んで計算をしております。次に市街地浸水対策事業ですが、令和5年の7月で大きな被害を受けた田主丸周辺の浸水対策として排水路の改修を行います。排水路改修区間の一部である JR 九大本線の横断部について JR 九州が今年度から設計を始める目処が立ったため、今回は補正予算を計上いたしております。一般会計補正予算の主な事業の説明は以上です。次に大雨に備えてのについて説明をいたします。今回も大雨の時期が近づいております。これまでも防災の取り組みについて説明してまいりましたが、大雨が降った際に本格稼働する施設の紹介、関係団体との連携強化、そして市民の皆様に災害の備えについて改めてお伝えをいたします。まずはじめに今年本格稼働する主な施設を紹介いたします。国が実施をいたしました金丸流域の小笠排水機場や、市が整備した筒川流域の笹山排水ポンプ場の増設により排水能力が向上します。また下井川流域や久留米大学のグランド、それから五平島公園の雨水貯留施設も、ようやく本格稼働をいたします。これら施設の稼働により大雨による浸水被害の軽減が期待されております。次に大雨の時期に向けて関係団体や機関と災害対応の連携強化や確認を行うための情報交換会、そして意見交換会を開催をいたします。昨年7月の大雨では多くの関係機関や企業団体からご支援をいただきました。災害対策としては復旧に向けた力を合わせる関係者と日頃から関係を作ること日頃から関係を作っておくことが非常に大切だと考えております。そこで企業や団体と官民一貫一体となって迅速な災害支援ができるよう、またお願いの連携が深まるよう情報交換会を初めて開催をいたします。防災機関が直接顔が見える関係を構築するための意見交換会になります。
出席前からこのような各団体や機関との結びつきを強化し、災害に備えたいと思います。次に、こちらの前になりますが、ここでまた改めて市民の皆様のご協力をお願いになります。もう何度も申し上げましたが、災害発生の恐れがあるときに、久留米市は警戒レベルに応じて避難情報を出します。警戒レベル3では高齢者等の避難で、市は避難所を開設をいたします。で、警戒レベル4、避難指示ではすでに災害の恐れが高まっている段階です。レベル4までには必ず避難をしてください。避難情報を確認し、空振りでもいいので、早めに安全な場所へ避難をお願いします。人には自分は大丈夫だろうという思い込みがあります。大丈夫ではなくて昼夜を問わず、いつ発生するかわからない災害に備えて、命を守ってください。そして次ですが、また避難情報を待つのではなくて、災害に関する情報を事前に取得して備えることも非常に重要であります。市のホームページではハザードマップを公開をいたしております。危険な場所や避難所を確認して、いざという時に安全で確実な避難行動が取れるようにしてください。災害の恐れがある時は気象庁のキキクルを見ると、洪水や土砂の危険度が確認できますし、市のホームページでは各所にあるライブカメラで川の増水状況などを一度に確認することができます。さらに久留米市防災チャットポットは、市の職員、地域役員、消防団などからの収集した被害情報をリアルタイムに発信ができます。次は次期総合計画の策定の市民意識募集について説明をいたします。次期総合計画策定の市民意識 募集については、平成13年度にスタートした今の総合計画が令和7年度に終わります。そこで新たに令和8年度からスタートする次期計画の策定に着手をいたします。この計画は市民の皆さんにアンケートをしたり、市民向けのワークショップを開催したり、職員が市内の小中学校などに出向いて意見交換を行うなど、子どもたちも含めて市民の皆さんと一緒に作っていきたいと思っております。さて、一方で総合計画を策定する上で最も重要な久留米市の人口動向について報告をさせていただきたいと思います。令和5年度末の人口が30万516人となっており、前年度比で約1100人減少しております。また出生数は減少を続ける一方で、死亡数は増加傾向にあり、出生率と死亡数の差は年々拡大をしております。転出の状況は、昨年度は転入数が多いものの、外国人の転入によるところが大きく、日本人の20から30代の前半の若い世代の転出が多い状況にあります。増減だけではなくて、市民の年齢層も大きく変わっております。平成12年ですが、人口構成を細かい線で示しておりますが、図の下にある若年層が図の上にある高齢者層より多く支える形ができてきました。これは令和2年の調査では若年層が少なくなっておりますが、太い線で示すように65歳以上の高齢者が1万人増えております。全体的に細長い形になっておりますので、今後も人口減少が進むとともに人口構造の変化が進んでいくことが見込まれております。それでこういった人口動向を踏まえながら、次期総合計画の策定をしてまいります。計画に反映させるため、
市民のアンケートを、明日6月1日から募集開始をいたします。久留米市の自慢できるところ、久留米がこうなったらいいな、など10年後の久留米を良くするためにたくさんの声を聞かせていただきたいと思っています。アンケート募集については広報久留米6月号や市公式 LINE などでもお知らせしますので、ぜひ多くの皆様の回答をいただきたいと思います。次に令和6年度の取り組みについて説明を申し上げます。まずはじめに市民活動応援クラウドファンディング事業です。市民活動団体がふるさと納税のポータルサイトでクラウドファンディングに取り組める仕組みを新たに作ろうとするものであります。対象は地域課題の解決等に取り組む市民活動で、最大で5事業を募集したいと思っています。6月に提案事業を募集し、7月の審査を経て実施事業を決定をいたしたいと思います。その後10月から12月にクラウドファンディングを実施をいたします。なお事業を進めていく際は専門的知見がある市民活動サポートセンターミンクルや筑後川コミュニティ財団と連携して団体をサポートしたいと思っています。この仕組みを通じて市民活動団体と一緒に地域課題の解決に取り組んでいきたいと思っております。次に保育所認定こども園見学バスツアーについてですが、これは保育士を目指す学生や資格は持っているけれども保育施設等で働いていない人を対象に市内の保育施設を見学するバスツアーを行います。昨年度の施行を経て今年度は本格的実施をいたします。様々な園の様子を見ていただいて、今後の就職先や実習先などのを参考にしてもらいたいと思います。市としてもできるだけ保育所の人材確保につなげたいと考えております。実施時期は6月から来年2月までの合計8回を予定しております。保育活動は活発な午前中に4施設を巡ります。各回10人程度の予定で、希望する人は何回でも参加していただいて構いません。市外、県外からの参加も可能ですので、ぜひ参加をしていただきたいと思います。次に指定用家庭用指定ゴミ袋の特徴型販売についてであります。皆さん方が前にちょっと格納をやめていただいて、一生懸命こういう形ですね。ここで今出てきましたようにバケルンジャーが入ってきましたが、ゴミ袋の価格は10枚で80円になります。大きさは縦が49センチ、横が40センチになります。今までよりかなり小さくなりますが、ゴミ量が少ない高齢者や一人住まいの方々など利便性向上を目的に出しております。現時点での取り扱い店舗は149店、そのうち71店舗で脱プラスチックの観点からレジ袋代わりに、これはレジ袋代わりにも使ってもらいますので、1枚8円でバラ売りもいたしますので、ぜひ一人でも多くの方々に利用していただきたいと思います。お願いします。はい、それでは、またウェブ環境フェアの一環として6月の1ヶ月間夢タウン久留米の1階で情報発信コーナーで特徴型を使ったゴミ分別の啓発を行います。きちんと分別をすることで、大型のゴミ袋ではなくこの特徴型ゴミが収まる実例を展示し、廃物の際にもぜひゴミ減量を意識してもらいたいと思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。以上です。ありがとうございます。それでは以上をもちまして、市長記者会見を終了いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。